に怒られるかな。オリオン。営業時間終えちゃってるから出ないのかな。あ、もしもし、もしもし、有限会社アンチローザさんで、こちら小松川警察署千本桜駅前交番でございます。右大官じゃないや、後ろ宮社長さんはいらっしゃいますか。はい。え、休暇中？はい、社長は昨日から3日間休暇になってます。あの、どういったご用件で？いやそれでどちらにおられるかわかりますかね。連絡先とか聞いてたりしませんかね。ちょっとお待ちいただいてよろしいですか。ねえ、誰か社長の旅行先聞いてる？連絡先。彼氏と札幌カニ食い放題って聞きました。いいな。寒いとこだと自然と二人の距離も縮まるのよね。連絡先は聞いてないよ。うん、了解。あ、もしもし、札幌に行ってるそうですけど、連絡先まではちょっとわかりません。ご伝言しますか。そうですか、参ったな。じゃあもし連絡がつきましたら、こちらから電話があったとお伝えできますか。はい。幸せ。ほそういう押し付けは困ります。マリアは心が純粋すぎて繊細だから、無神経な子がいたら傷つけられてしまうんです。余計なおせっかいはやめてください。でもね、お母さん、そんなに繊細な子ならなんで一人で家に放置しておくの。お母さんが一緒にいてあげるべきなんじゃないですか。なるべく一緒にいるようにしています。そんなことあなたに指図される覚えはありません。そうですか。この辺のご近所ではとても有名ですよ。お宅のお嬢さんが夜頻繁に買い物や食事に来るってみんな気にしてて気を使ってくれてたんですよ。どうしてうちの子だとわかるんですか。子供なんて街中にいくらでもいるじゃないですか。勝手にうちのマリアだと決めつけないでください。夜に出歩く子供だってたまにはいるでしょう。それらが全てうちの子だという証拠でもあるんですか。ライオンのぬいぐるみを抱いた女の子がよく夕食を食べに来る、買いに来るって商店街でもとても有名だったんですよ。みんなマリアちゃんのことを思って大切にしてくれてました。時には夜道は危ないからと自宅まで送ってくれる方もいたんですよ。ライオンのぬいぐるみなんてどこにでもあります。自宅まで送るなんて余計なお世話です。マリアを誘拐するつもり。マリアに構わないで。マリアは私の子です。私が育ててます。おかしな施設に入れるつもりもまるでありません。余計なおせっかいはやめて。ウリュウ、ライオンのぬいぐるみって僕のこと？大丈夫だよ、怒られるのはマリアだよ。サクタロは関係ないよ。私もマリアと毎日一緒にいられたらと思います。でもシングルマザーですから働かなくちゃならない。私はこう見えても会社の社長ですから社員の生活も背負っている。一年中仕事で忙しいんですよ。休む暇だってないんです。そう？でもこの3日間お休みだったんでしょ。休みなんかじゃありません。私はずっと会社で泊まりがけで仕事をしていました。他の頼りない社員では片付けられない案件が私には山積みなんです。
どうしてそんな嘘つくの？あなたの会社の人が3日間お休みを取ってますって言ってるのよ。彼氏さんと北海道に行ってきたんでしょ？娘さんを3日間も置いて。彼氏なんて知りません！北海道なんて知りません！どうしてそんなでたらめ言うの？どうして、どうして、なんか証拠でもあるの？何をあんた、勝手に人の家のことに口を出さないでよ。私はマリアを愛してるのよ。私には私なりの愛し方があるのよ。勝手に口出さないでよ。私は旅行になんて行ってないわよ。仕事してたのよ、ずっと。マリアに一秒でも早く会いたくて、仕事を少しでも早く片付けようと一生懸命、一生懸命会社に泊まり込んで、ずっと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 、知らない知らない、北海道なんて知らないわよ。勝手なこと言わないで。うわー、もう帰って、帰ってよ。何なのよあんたは。帰って、帰って。マリア、あなた、あれだけお外にそれを持って行っちゃダメって言ったのに、持って行ったのね。ウリュウ、マリアは悪くないよ。僕がついていくって言ったの。違うよ。マリアが寂しいから、勝手にサクタロウ連れてったの。だからママ、サクタロウは悪くないの。ウリュウ、マリア、サクタロウは悪くないよ。サクタロウは悪くないよ。ぬいぐるみ持ってっちゃダメって言ったでしょ。どうしてあんたはママの言うことが聞けないのよ。どうして、どうして、どうしてよ。どうしてママの言いつけがちゃんと守れないのよ、あんたは。お母さん、おやめなさい。話してよ。話せって言ってんでしょ！悪くないよ。僕が悪いの。だからマリアを叱らないで。サクタロウ連れてったのはマリア。サクタロウは悪くないの。サクタロウは悪くないの。だからサクタロウをそんな怖い目で見ないで、見ないで。マリアを叱らないで、マリアを叱らないで。ウリュウ。あんた、さっきから何をやってるの？あんた、そのお人形さんごっこ、外でもやってたの？お店の人の前でもやってたの？だから、少しは考えろ、このバカ！なんであんたはそう大バカなのよ！正直におっしゃいな。お外でお買い物をするとき、ママに内緒でいつもそのぬいぐるみを持ち歩いてたのね。
ウリュウ、その変なぬいぐるみ語をやめなさい。ぬいぐるみじゃなく、あなたの言葉で喋りなさい。サクタロはぬいぐるみじゃないよ。マリアの友達だよ。ぬいぐるみって言わないで、言わないで。はいはい、わかったわ。サクタロだったわね、名前。ママに内緒でそのサクタロ人形を持っていつもお買い物に行っていたのね。他にはまさか学校にも何か変なのを持って行ってるんじゃないでしょうね。お母さん、お嬢さんは悪くないでしょう。そのキスもおやめなさい。あんたは黙ってなさい。私と娘の話でしょう。ほらマリア、ママの目を見て話をしなさい。ママの質問にお返事は。サク太郎だけじゃないの、ウサギのみんなも一緒。今も持ってるの？うん。そのウサギの音楽隊はマリアの大切なお友達。そう、4人もお友達がいてよかったわ。
ママの言うことをちゃんと聞かないから一つ壊れちゃったわ。今後ママの言うことを守らないたびにまた一つ壊すからね。覚えておきなさい。あなたそんなことするなんて母親ですか。そんなことしてお嬢さんが傷つかないと思ってるんですか。マリアが傷つく。私も傷ついているのよ。私の傷は誰が責任取ってくれるのよ。誰が。あんたは黙っててって言ってるでしょ。やめてママ。悪いのはマリア。おばさんを怒らないで。マリアは悪くないよ。僕が悪いの。マリアを怒らないで。ウリュ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 。そのぬいぐるみごっこをやめろって言ったでしょ。だいたいね、気持ち悪いのよ。ぬいぐるみがお友達ってあんた今年でいくつよ。何歳よ。こんなの布と綿の気持ち悪い下手くそなぬいぐるみじゃない。こんなのしか友達いないのあんた。こんな化け物のぬいぐるみとお友達ごっこしてる暇があったらちゃんとした人間の友達を作りなさいよ。なんであなたにはいつまでもお友達ができないのよ。そうだからいつまでもクラスで変わり者扱いされてバカにされて。ほんとしっかりしていい加減にして。こんなぬいぐるみ遊びもう卒業しちゃってよ。ウリュウだからそのぬいぐるみごっこをやめろって言ってるでしょ。ママ返して。サクタロ返して。痛い。やめろっつってんのよ。そのぬいぐるみごっこをやめろっつってんでしょ。こんなぬいぐるみがあるから。だからあんたはいつまでも友達を作らないのよ。だから一人だけクラスで浮いてておかしな子扱いされるんでしょうが。こんなぬいぐるみあげなきゃよかった。こんな気持ち悪いぬいぐるみあげなきゃよかった。やめてー。サクタロ返して。サクタロ返して。サクタロはマリアのお友達なの。親友なの。サクタロさんいれば他には何もいらない。だから返して。返して。サクタロウは死んでしまいました。